キャッチコピーに私を好きな人か私が好きな人っていう、まあ、コピーがあるんですけども、うん、ご自身ズバリどちら側のタイプですか？私が好きな人、はい、絶対にこう幸せになるのは私を好きな人だと思うんですけど、でもやっぱり自分の思いは大事にしたいです。今回すごくユニークな顔をたくさんされてましたけれども、楽しかったですね。普段から割と変顔得意なので普段通り、はい、高校生の頃とかはすごく変顔が流行って、写真撮るときとかプリクラ撮るときとかいつも変顔してたんですよ。その癖は出ますね今でも。一番こう作品の中で見ていただきたい、はい、こうちょっとこう自信の顔ってどんな感じですか？ひろみつくんに変顔で詰め寄るシーンっていうのがあるんですけど、そこはあの坂口くんも山崎くんも褒めてくれました。いいこう象徴的なこうデートシーンで、花火デートと、まあ、スキーっていう2つがあったと思うんですけれども、うん、初めてデートをする人とデートするんだったらどちらかって言ったらどちらの花火、うん、浴衣、男性の浴衣はすごくいいです。スキーも普段見られない格好ではありますけど、でもやっぱり和服が似合うってすごく素敵だと思うんで、うん、じゃあご自身もやっぱり花火では浴衣でっていう、実際自分が着るかといったら着ないかもしれない、暑いから。浴衣って暑い？暑いです。映画ヒロイン失格9月19日公開です。笑って泣けてキュンとするかつてない恋愛映画ができたと思っております。ぜひ皆さん劇場に行って、笑ってください。